国立研究開発法人情報通信研究機構は総務省所管の国立研究開発法人。本部は東京都小金井市。情報通信研究機構は情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高度通信、放送研究開発を行う者に対する支援、通信、 放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進ならびに、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。情報通信技術の研究開発や情報通信分野の事業支援等を総合的に行うことを目的とし、 全国8カ所の研究拠点、2カ所の標準電波送信書を持つ。研究関連組織として、次の5研究所、10センター、3部門を有する。産業界、大学等との研究連携を進め、委託研究、共同研究を推進。研究開発成果の社会での活用を促進。国際共同研究、海外との人材交流。 標準化活動等を推進し、国際競争力を強化するための部門。情報通信分野の民間事業を情報提供、助成金、利子補給などの政策支援を行っている。旧郵政省の通信、放送政策により、旧、他および旧基盤技術研究促進センターが行っていた事業を継承して実施している。電波法に基づき、 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、日本標準時を通報している。ニクトが運用する小金井局の18台のセシウム原子時計の時刻を1日1回平均合成することによって、協定世界時を生成し、これを9時間進めたものが日本標準時となる。なお、この協定世界時は、 国際度量公局が決定する協定世界時との差がプラスマイナス57秒以上にならないように決定される。このようにして決定された日本標準時は標準電波や NTP サーバ、電話回線を通じて供給されている。2006年2月7日からセシウム原子時計に加えて水素メーザー原子時計を使用することなどにより、 協定世界時との時刻同期精度がプラスマイナス50、ノ秒以内からプラスマイナス10、ノ秒以内に向上した。さらに、セシウム原子時計や水素メーザー原子時計を3、系統に分けて、相互比較、データ合成を行うことで信頼性の向上並びに、ジャジーの上長化に寄与している。標準電波は、福島県の大高度や、山標準電波送信所と、 佐賀県の鋼山標準電波送信所の2カ所から発射している。周波数は 40kHz 及び 60kHz。2極ともにセシウム原子時計が設置されており、肉区と本部から常時遠隔監視、時間比較されて運用されている。さらに、2018年6月10日から日本標準時の上長化を目的に、兵庫県神戸市の未来 ICT 研究所内に、 分散局として、神戸副局を設置した。また、大高戸や山送信所、鋼山送信所の原子時計も、分散局として、人工衛星を仲介した3つの分散局データを合成して、日本標準時をバックアップ供給する体制に移行した。神戸副局には、セシウム原子時計5台と、水素メーザー2台及び送信所との高精度、衛星時刻比較システムなど、 日本標準時生成に必要な基本機能を備え、小金井本部と並行して常時合成限指示を生成できるという。また、本部の供給サービスがダウンした場合に備え、小金井本部同様に日本標準時を供給できるようにするほか、NTP サーバー及び光テレホンジャジーシステムのバックアップ、標準電波送信所の周波数調整機能を整備しているという。今後は、 小金井と神戸両局の相互比較、データ合成を行うことで、さらに精度向上に寄与するほか、神戸副局からも日本標準時が供給できる体制が取れるようになるという。太陽の磁気嵐による被害の予防を目的として、磁気圏の状態を観測、予報する宇宙天気予報を行っている。また、電力圏世界資料センターとして、世界各地で行われている。 電離層観測や太陽活動観測などで得られたデータを収集し、公開している。無線機器形式検定規則及び測定器等の構成に関する規則に基づき、無線機器の形式検定及び測定器の構成を行っている。予算、要因概要情報通信研究機構2012年12月25日閲覧等機構の法人名称の変更のお知らせ AB、 日本標準時における神戸副局の定常運用開始情報通信研究機構2018年8月28日閲覧ありがとうございます。